異常なエネルギー反応があったのはこの辺りだけど、リブット、アブソリュートマキシマムデストラクション、みんなをレスキューします。フィアストロングネット、ドア、リブットは必ず生きている。私がしっかりしないと。反応が強いのはこの辺りね。リブット、俺がコスモ幻獣剣創始、赤竜白虎剣のウルトラマンレグロスだ。ひたすら繋いできた思いだけは消せない。世界のどこかで戦い続ける。君へのメッセージだ、聞こえて。ギャラクシーレスキューフォースに入隊したいと。俺には記憶がありません。唯一残っているのは拳は平和のためにというマスターの教えのみ。リューサー D 粒子、君の第二の故郷の教えか。はい、コスモ幻獣剣の真理を貫くために入隊を許可していただけませんか。リブット不在の今、戦力増強は必須だ。確かに君の実力であれば申し分ない。メロス、惑星マイジーに向かった空から救難信号が。何ですって。レグロス、これは君のファーストミッションだ。レスキュースピリットを示してこい。望むところです。異常なエネルギーの正体はあなたね。さすがはギャラクシーレスキューフォースと言いたいところだが、それは私ではないな。マイジー使いレイオニクスの力を、いやアブソリューティアンに利用され、塵となって消えた魔導士レイバトス。どうやら器ではなかったようだな。私はその残骸をかき集め、生命エネルギー豊かなこの惑星マイジーの力を利用して修復していただけ。レイバトスを復活させて何を企んでいるの。この怪獣使いレオニクスの体をよりしろに、偉大なる巨悪の復活。まあ、企んだのは私じゃないかな。レイブラッド、聖地。よくやった、ザラム聖地。Ha ha ha!
お待ちしておりました。再び怪獣軍団を使い宇宙を我が物に。光の者は一人残らず滅する。そんな、まずはお前からだ。誰だ。そこまでだ貴様ら。その子を返してもらおう。ネグロス、うん、面白い。注意か、いいが見よ。レイオニクスの力を使えばどんな怪獣も思いのままだ。その姿や形、大きさまでもな。ギャラクシーレスキューフォース、ウルトラマンレグロスだ。幻獣闘士の心に宿るレスキュースピリットを見せてやるぜ。レイブラッド星人が復活？うん。ウルトラマンジードとベリアルの最終決戦。その最中にベリアルから切り離されさまよっていたレイブラッドの思念体が何者かの手によって導かれたようだ。もしやタルタロスによる平行同位体。その可能性が高いでしょう。レイブラッド星人はザ・キングダムの脅威にもなり得る存在。一体どういうつもりだ。とにかくこのままにはしておけ。マイジーに一番近いパトロール隊を応援に向かわせよう。だ、こいつらは怨念が実体化した存在。痛みを感じない。いくら攻撃してもこれではキリがないってことか。あなたたちは手を貸すぜ、カンフーボーイ。お前がベリアルをたぶらかしたレイブラッド星人か。あいつから受けた借りはお前に返させてもらう。レディー・カイ！ゴー！はぁ？はっ！はっ！きょっ！巨大化した宇宙細菌と戦うことになるとはな！ちょっ！ちゃあ！うやぁ！たぁ！えぇぁ！ちゃあ！げぇ！面白い！力比べといこうか！
んだこいつは。レディー・ベン全星人から盗み出した情報で再生した宇宙戦闘ロボット、ウルトラマンシャドウだ。手にしたって満たせなくて溶け出した夢を眺め、何をどうすれば突き放して、時が経って見えてくるものを期待した、それしかなかったか、僕がここにいる意味はあるのかな、泣いた空叫ぶようにかばう拙い想い、Ultraman Blazar. An unidentified alien that's been a legend among astronauts for decades. After all, we are the Special Kaiju Reaction Detachment. Then engage close quarters combat mode. This is SCART CP. Prepare to launch the armored Kaiju Earth Garo. I've got this.俺たちの活躍はこれからだ。みんな、チャンネル登録して、これからも応援よろしくな。